映画監督の濱口竜介です。まあ、実はもう何度か入ってるんですけど、何度来てもちょっと心が高鳴ってしまうというわけで、どんどんいいですか始めていいですか。まあ、オズの晩春レイトスプリング、このブルーレイ版は実はまだ持ってないんで、これはまあ第最初としていただいておきます。そして同じ、ジャンピエール・メルビル、アーミー・オブ・シャドウ、影の軍隊。まあ、メルビルっていうのはね、本当に人生は裏切りに満ちているなということを教えてくれますよね。と、で、これはまあ見たことがないんですけど、マチュー・カソビッツ、ラ・エイド。これはなんかパリを描いた映画はなんかいいの知りませんかといった友達が勧めてくれたので、まあこれはじゃあ、ぜひ、憎しみか。マチュー・カソビッツ憎しみ。ああ、まあジャンル・ノワール・トニー。ジャンル・ノワール・トニー。これもなかなかソフトで見てないもの。ああ、そしてね、クレール・ドゥインのボートラバイル。まあ美しい仕事。まあこれも本当にそのドニラバンが最後に踊るのがすごくいいんですけれども。そうですね。まあでも本当に止まらないっていうのが正直な。まあ、まあ実は見ていない、ビン・ベーダース監督、アンティル・ザ・エンド・オブ・ザ・ワールド、世界の、まあ、ですか。まあこれ、この4時間以上のバージョンっていうのは実は見てないので、ちょっとこの機会に拝見します。ジョン・カサベテス・ファイフ・フィルムス。まあ、私にとっては、まあ、ジョン・カサベテス、本当に一番大事な、まあ、作家でもあります。で、まあ、正直に言えば、まあ、持っているんですけど、記念として、もらっていきます。そうですね。まあ、ルビッチ、ヘブン・キャン・ウェイト、まあ、天国が待ってくれる。これも、まあ、長らく見ていない。そして、この、まあ、4K レストアバージョン。これは見たい。まあ、本当にカラーが美しかったという印象があるので、まあ、これはぜひ。まあ、また、ボズですけど、浮草。まあ、これも、オズがダイエーで撮ったやつですが、普段のオズとは違う、まあ、宮川和夫、溝口健二のカメラマンとしても有名ですが、宮川和夫と組んだ、ものですね。これも、まあ、すいません。まあ、いただいてまいります。ああ、そう。まあ、ジャック・ドゥミ。このボックス。まあ、ローラとか、天使の入り江とか、まあ、シルブルの雨傘とか、まあ、本当に、まあ、代表作、まあ、すべて素晴らしいですけど、入ってる、このジャック・ドゥミ、いただいていきます。ジョージ・フランジ・ジュゼックス。この、まあ、そう、このね、まあ、鳥のマスクをしたシーンというのは非常に忘れがたいんですけれど、まあ、一時期ね、まあ、ジョルジ・フランジェなんて全然見られなかったのに、今こうして見られるのは本当にありがたい。ありがとうございます。まあ、ニコラス・レイ、ビガー・ザ・ライフ。これも、まあ、本当にですね、この、ジェームス・メイソンが狂っていく様がですね、まあ好きなんですけど、いただいていきます。そうですね、まあマルコ・ベロッキオ、フィスト・イン・ザ・ポケット、まあ随分前に見たんですけど、男性が、まあ、机の上になんか乗っかってるシーンがあったっていうことしか覚えてないですけど、まあでも本当にマルコ・ベロッキオ今も素晴らしいですけど、もらっていきます。持ってはいるのですが、実は私もその特典で、やっている、特典でインタビューで参加している黒崎良監督キュアです。いただいてまいります。いや、マイ・ダーリング・クルメンタイン・ジョン・フォード、荒野の決闘、この、ヘンリー・フォンダね。これも、いただいていきます。以上!Thank you. ありがとうございました。